これどこが違う？まずこれは違うし、確かキノコの色が違うんだろ？あとここ違うんか？違わんなこれ。持ってこれ4。このキノコを2本に植えとるやつが1本足るの、足るんだね。OK。OK やな。OK って間違うし、4間違いないよな、これ。でもって、ここ5は看板2つ、あとキノコが同じように生えとんな、同じように。こっちは？キノコあって、なんか真ん中に刃物と紙とかもある。キノコの位置違うか、もしかして。いや、一緒やな。あれ？なんか違うところある？これ。あ！キノコ、横に並んでない？ちゃうな、それは。別にキノコが違うわけちゃうな、これ。もしかして紙微妙にちぎれ方とか違うとかいうところじゃないだろうな。そんな細かいところ出すな。まさかとは思うけど、その柵とか、この隣の木とかの数とか言うんじゃないだろうな。柵の数、ここまでで1、2、3、4、5ってあります。あります。まさかこういう細かい違いなんか、1、2、3、4、5。そんなわけないか。 あれ？木は2本だったよな。なら合っとるんか。こういうちょっと入っていかなわからんところとかにあるとか言うんじゃないだろうな、クソ。 なんだろう。ここ間違いある？ないよな。ってことはこれ13、間違っとる。13をやる。あ、違う？そういうんじゃない。じゃあ何かあっとるん、これ。あっとるっつうか、間違えたとこあるん、これ。ここは間違いあるけん、もうここは確定だろ。これどう見たって間違いないような気がするんやけど。2番目間違いないよな。3番目はキノコの色が微妙に違うっていうところで間違いで、左上の4番を、左下の4番か。あっとんちゃうんかな。で、真ん中も間違いないような気がするんやけどな。6番は？間違い6番もないけどな。どういうことだろう。 あ、もしかしてちょっと微妙に違くない？この紙の位置。俺ちょっと右側で見たらさ、ここ隙間微妙にやけどなかったような気がするんよな。でも、ほら、ほんと微妙すぎんか、これ。微妙すぎんか、これ。ほら、ちょっと、右の道の方は、これ、ちょっと隙間がないんよ、これ。ほとんどね。それにもかかわらずよ。こっちはちょっとあるんですよ。微妙すぎるわ、こんな。わ かるか、そんな。わ かったけど。ああ、わかった。多分これだな。136だな。136。はい。あっとるわだ。なんな、アリスの世界、こんなハードなお題出してくるん。あざっす。何か、何？手帳の切れ端か。手帳の切れ端集めていくゲームなんか、これ。ここは、森の奥か。帰ろう。僕は大丈夫だけど、あの子は暗いところは苦手だからな。これリック目線の話か。また気持ち悪いって言われるのかな。あの魔女はどうしてあの子をあんなにいじめるんだろう。多分魔女ってのはお母さんのことやな。
悪い魔女はやっつけないとな。これで終わり？似てるのによく見ると違うよね。よく見てるのも違うようにはなかなか見えんけど。人でも全く同じは全然ないよね。でも君も全く同じだね。不思議。なんで？知るか。私、あ、俺じゃないんや。あ、アレンのこと読んちゃうんだ。どういうこと？え、レッティなんか隠しとる？いや、わからんよ。このキノコ生えすぎよね。私のお家にもよく生えてたし。でも食べたら死んじゃうからいけないってお父さんが言ってた。俺一回食べて死んだことある。先に言ってんじゃ。こっちか。あ、それより何なんだろう。この結局何なんだろう、これ。調べれんのかな。セーブしとこう。よし。行こう。こっちでいいんかな。なんか生えとる。ポッキーみたいなのが生えてる。何これ、でっかいポッキーが。一本で、ね、何十人分とか何百人分とかあると思う。やべえ。リック、いないね。リックはね、いつも、私が寂しい時にお話をしてくれるの。私が体験していないことをいろいろ教えてくれるの。でもね、いつも少し悲しそう。お話ししてる時は楽しそうにしてるのよ。どうしてだろう。それは、あの、魔女とかいうやつが関わってきてんじゃないかな。ゲフンゲフン。アレンには大切な人、いる？なんでいるっていうのがいる、ないんだろう、これは。いないとわからないの、二択なん。わからないよ。あ、アレン、記憶がないんだっけ。ごめんね、悲しいこと聞いちゃった。そういうことやな。探し物？あ、君とは初めましてだね。ハロー、アリス。ん？私の名前はレティよ。アリスじゃないわ。さっき俺のこともアリスって呼んだでしょ。いや、君はアリスさ。僕がそう言うんだからね。お前に決定権などないと思うんやけど。まあ、今のは横にする。お探し物はこちらかな。え？リックやん。なんかすごい顔になっとる。血が出てないこれ。リック、ずいぶん美味しそうにしてたからもう食べようかと思ったがね。何お前食料として確保しとんねん。お前、リックは人間だよ。猫が食べるもんじゃない。やっぱり完全に潰れたからじゃないと。潰す気だったお前。何残酷な食い方しとんだお前。しかも2つ分あるなんてね。ワンロックトゥーバードっていうの。何言ってるかわからん。んじゃあ、やることがあって、やることやったからな。また夢で会おうぜ。あ、消えた。リックもいいよね。手、つないでおくからね。これ、今のリックは俺たちを知っているリックなのか。大丈夫なのか。洗脳とかされてないよな、あの猫に。いけるんこれ。ああ、よかったよかった。アイテム欄にリックで名前がないかとちょっと心配しとったわな。びっくりしたないよな、さすがに。リック物扱いされてないよな。よかったよかった、オッケー。何これ？雲？あれ？カエル？調べれんのか？井戸、井戸までちょっと離れとるよ。これ調べる俺みたいな感じになる。これ井戸なんみたいな。いい匂いがする。蜂蜜かな？蜂蜜入っとん。プーさん大好き、蜂蜜ですよ。プーさんがどんだけ喜ぶことか。な、てかあれ？家までちょっと、お菓子の家になってる。お菓子の家ってアリスの話だったっけ？いやな、アリスの話やな。美味しそうな匂いがする。まあ、もう女の子とかがすごい夢にまで見たようなお菓子の家ですよ。うわお。だからこのお菓子の家で何をすればいいのか。木の実。ほとんど空っぽだったよな。なのに木の実が入っとる。あちち。あちち。あちち。って何で触ったのかわからんけど。
チョコレートでできているようだ。私チョコレート大好き。俺もチョコレート大好きですけどね。でもね、大好きは大好きだよね。うん、俺は苦いチョコが好きだけど、あなたは甘い方が好きでしょ、王子様。めっちゃディスってるけど、私いつもこのお洋服が食べられたらなーって思ってたわ。そうか、毎日お腹が空いてたもの。そんなにお腹空いとんか。ハングリーなタイプなんじゃ。食いしん坊なんかな。鍵やった。これがもしかして集めよった鍵じゃない、これ。世界の鍵、やっぱり1個目じゃ。これこのお家、私のお家にそっくりだけど、全部お菓子でできてるのね。夢みたい。後でちょっと食べてもいいかな。先生、いた。え、鍵動かないで。甘い、甘くて甘い。痛い痛い痛い、お腹空いて。呆然とはしてるよ。何かよくわからんこと喋りようけん。ちょっと軽く引いとんかな。結局このマザーグースって何なんだろうな。とりあえず読むだけで特に話には関係なかったりするんかな。それより鍵手に入れたけん、ちょっと元の世界に戻してほしいんやけど。戻してほしいんやけど。戻してほしいんやけど。セーブしとこう。あ、なんかおる。なんこいつ。あ、これが先生、もしかして先生これ。先生ちゃうなこれ絶対。なぜ帰ってきてるの。え、いつもあなたが知らない道の奥へ置いていくのに。お母さんがこれ。ここにいたって私はあなたを大切にしないし、傷は増えるだけなのに、どうして帰ってくるの。これやだ、リック。え、またその名前、リック。リックって、あなたはいつも誰と話をしているの。ここには私と夫とあなたしかいないのに。え、どういうこと。え、リックおらん人間なん。気持ち悪い。いるよ、ちゃんといるよ。どうして、なんで。ごめんなさい。でもごめんなさい。ごめん。悪い魔女め、いつもいつもどうしてこんなこと。どうした、レディ。どうしたな、レディ。いきなり性格変わったで、目つき変わったで、顔変わったで、頭血出てるで、おかしいなったで。レディは僕が守るかな。え、なこれ、体当たり。レティの前に出る体当たり、体当たり。おかおか、あ、レティ何、火の中に。レティ何してんの。手帳の切れ端を手に入れた。なんて淡々とって出てくるもんかね。目の前でグロいシーン見せられたのに、淡々と貴重な手帳の切れ端を手に入れたね。お腹が空いたわ。お家やお洋服が甘いお菓子になればいいのに。そうすれば家族みんなご飯が食べられるわよね。ああ、でもチョコレートはすぐに溶けちゃうわ。ダメね。全部燃えちゃった。僕が全部引き受けてれば、あの子はずっと笑ってます。僕はあの子が好きです。でも僕はなぜ生まれたのですか。先生はベッドも2つ、僕の服も用意してくれました。でもこれで正しいのですか。僕がいるからいけないのでしょうか。先生、コハのけぽはのでしょうか。最後の方は文字が滲んでいて読めない。あ、そうじゃ。手帳先生に渡すためのやつだったっけ。先生の質問とかになるんじゃ。レティとリックはこんな複雑な関係だったんじゃ。こんなちょっとかわいそうな過去があったけん、あの施設に住むようになった的な、そういうことだったんじゃ。
なんかちょっと重い話だったな。セーブ。なんかこういう重い話をしょってら、なんか気違いになってふざけまくいより俺がちょっと情けなく申し訳なくなってきた気がする。次のパートからはなんか真面目にやろうかななんて思う。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。